続いて、デルさん、肉汁っていります？改めて聞かれるといらないんだよね、肉汁ってね。切ってジョワーとか全然大丈夫、その分おろしポン酢つけるからいいやって。なんか肉汁ありがたがりっていうのは本当にあるんだけど、でも鉄板焼きさ、鉄板の熱い鉄板の上で焼いちゃったら肉汁蒸発しちゃうぜみたいな、あのだから一回皿に移してから切るんだぜみたいな山岡さんの理論あったけどね。肉汁が欲しいのか油が染みて欲しいのかよく分かってないんだよね、自分でもね。だから頭って、じゃあ肉汁だけおちょこでどうぞって言われたら一切いらないですってなりますもんね。当たり前か。これね、改まって聞かれると迷ってしまいますね。